では私の方から、オートデスク前2012の新機能の、ところですね。あとは機能向上のところも説明をさせていただきたいと思います。はい、でこちらに、記載されているのが簡単な、まあ、主要機能なんですけれども、この順番で、デモンストレーションを行っていこうかなと思います。そして、最後に、エンターテイメントクリエーションスイートプレミアムのところですねの、連携のところをやっていこうかなと思います。でその他、機能強化の内容なんですけども、こちらの方は、デモはしないと思うんですけれども、まず、ASCII ファイルの IO ですね、こちらのパフォーマンスが最適化されております。であと前のプロジェクトフォルダーのカスタマイズですね、こちらの方、規定では、30いくつのフォルダが作られたと思うんですけれども、今回から12の、ベースのフォルダがあって、その下に階層化していくつかのフォルダが分けられるというような構造になっています。あとはネームスペースエディターの向上ですね、こちらの方も階層化されていて、ネームスペースの割り当てですねっていうのが楽になってますし、あと削除とかですね、あとはペアレント化というのも非常に楽に行えるようになっております。あと API リファレンスの改良なんですけども、こちらの方はですねドキュメントの方を確認いただければと思うんですけども、さまざまな新しい API の説明とかがあると思うんですけども、昔の2011までの API のマイグレーションを新しい方にしていくとかですね、そういった変更点があるんですけれども、そちらの方を見ていただくと分かると思いますね。はい、あとはヘルプファイルですね、こちらの方はオンラインベースになっているんですけれども、オンラインに接続できないという方は別途ですね弊社のウェブサイトからヘルプファイルをダウンロードすることも可能になってますので確認いただければと思います。はい、では Maya の機能の説明からいきたいと思いますけれども、 Maya 2011で搭載された Viewport 2.0 という新しいレンダリングアーキテクチャなんですけども、こちらの方がより強化されております。まずこちらに書かれているフルスクリーンエフェクトですねに対応しておりますので、アンビエントオクルージョンとか被写界振動とかモーションブラーとかですね、あとはガンマ設定というのも可能になっております。あとは2011では表示できなかったんですけれども、コンポーネントとマニュピュレーターの表示というものも可能になってますので、スプリットメッシュであるとか、あとはフェイス頂点とかですね、そちらの方も表示できるようになっております。あとは高性能な API ですね、クラスがクラス開発ができるようになっておりますので、カスタムのドローコントロールとかですね、あとはシェーディング、そしてスクリーンエフェクトという新しい開発が可能になっております。あとは Matbox ですね、弊社でいうと PTX を作成するツールが Matbox になるんですけれども、そちらの方の PTX のファイルを Viewport 2.0 を通じて描画することが可能になっております。では早速前の方でデモンストレーションをしていこうかなと思います。まあ、こちらの方が従来までのソフトウェアレンダリングですねで描画しているビューポートなんですけれども、フレームレートの方がですねこちらの方3フレームぐらいでプレイバックされているのが分かるかと思いますね。でこちらの方をビューポート 2.0 に切り替えますと、そうすると非常にクオリティの高いですねアンビエン、なんだこれ、ノーマルマップであるとかスペキュラーマップであるとかですね、その辺のディテールというものがアサインされているマップのディテールというものが表示されるのが分かるかと思いますね。あとは設定オプションなんですけれども、こちらの方を見ていただくとですね非常に豊富なオプションが搭載されているのが分かるかと思うんですけれども、2011まではこの辺だけですねしかサポートされてなかったんですけれども、新しいオプション項目でスクリーンエフェクトであるとか、スクリーンスペースアンビエントオクルージョンとかモーションブラーとかですね、アンチアライアンスエリアシングとかガンマ補正とかですね、その辺が追加されております。あと頂点アニメーションキャッシュのところなんですけれども、GPU を使うかもしくは物理メモリーですねの方にキャッシュを取るかというものを変更することができますので、例えば GPU の方のグラフィックスメモリーのレベルというかスペックが高い場合はそちらの方に切り替えて描画した方が非常に早いと、キャッシュをした方が早いというのが分かるかと思いますね。はい、じゃあ実際にちょっとプレイバックしてみたいと思いますけれども、こんな感じですね。今24フレームだけなんですけれども、今バッファーの方ですね、 GPU のメモリバッファーの方にキャッシュを取っています。で一度キャッシュを取るとですねこのようにリアルタイムで再生されるようになりますので、アニメーションの確認とかっていうものも非常に楽になっていると思いますね。あとディフォーメーションですね、この辺もちゃんとキャッシュ取られるようになってますので、とても高機能であるというのが分かるかと思いますね。はい、
じゃあちょっと、アンビエントオクルージョンをこう有効にしていきたいと思いますけれども、アンビエントオクルージョンを有効にするとこのようにですね、こんぐらい言った方が分かるかと思いますけれども、遮蔽されているそのポリゴンの部分ですね、面の部分に対して、墨入れを行ってくれると。でこちらの方に各種オプションがあるんですけれども、この辺の総数を上げていったりとかですね、下げたりすると、そのシミのところを、コントロールすることができますよと。あとは半径とかですね、あとは、フィルターの半径、あとはサンプリング、レベルっていうものもこちらの方で変更することができるようになっております。はい、であとは、アンチアライゼンのところ行きましょうか。こちらの方なんですけれども、じゃあこちらのビューから見ていきましょうと。ちょっと近寄りましょうかね。はい、アンチをかけるとですね、この辺が砂利がかっているとは思うんですけども、こちらの方を有効にすることによって、サンプリングレベルというものを指定できますので、1から16ですね、を指定することによって、ちょっとボケるような感じになるんですけれども、こういったアンチをかけるということが、スクリーンエフェクトで適用することができます。あとはガンマのところですね、こちらの方を有効にして、ガンマ、例えば 1.2 とかですね、2.2 とかにすることによって、ビューポートのガンマ補正というものをかけれるようになります。でその他ですね、被写界深度の設定なんですけれども、カメラ効果のところに被写界深度というものがありますので、こちらの方を有効にすることによって、遠くの方が、ブラがかったのが分かるかと思うんですけれども、こちらの、合照処理距離というところですね、ちょっとこれ見にくいな、すいませんね。ちょっとこれガンマ切りますね。ガンマを切って、こちらの距離の変更を行いますと、どこに焦点を当てるかというような変更というものもビューポート 2.0 で行うことができます。あとは F ストップの設定とかですね、もうちょっとボケを作りたいという場合は、数値を下げていったりとかですね、あとはフォーカス領域のスケールをして、編集していったりというようなことができるようになっています。でこのように作成した効果というものをレンダリングすることもできますし、あとはバチへ回すこともできるようになっております。じゃあちょっと、これは切りましょうね。社会振動を切って、今度は違うシーンに行って、こちらの、ウサギですねの方で、PTEX の、説明をしていきたいと思います。まずこちらのデータには、PTEX のファイルが、割り当てられています。今ビューポート 2.0 なので描画されているんですけども、こちらの方をディフォルトのソフトウェアレンダーで描画するとマテリアルが割り当てられていない状態になります。で UV の方を見てみると、 UV レースワークフローなので UV は何も定義されておりませんと。はい、で今見て分かる通りですね、解像度が非常に低いんですね。低いんですけれども、こちらの方の調整というのができるようになっています。それがサポートされていないテクスチャーのベーク解像度というところですね。今512が設定されているので、シームの部分とかですね、どこで切れているかっていうその切れ目が分かってしまうんですけれども、これを最大に切り替えることによってテクスチャーがきれいに見えてくると。これによってシームの部分とかですね、切れ目というものが見えなくなってくるといったような描画というものもサポートしています。実際にレンダリングしたい場合はですね、レンダーマンを通じて、こちらの画像を出力するというような、ことになるかと思いますね。はい、では最後に、こちらの、データでモーションブラですね、のところの説明いきましょうか。でこちらのモーションブラーを有効にするとですね、まあ、見てわかるかと思うんですけれども、動きに合わせてブラーがかかるというような効果をですね、スクリーンで確認するということができるようになっています。あとはサンプリングの数でどれぐらいブラーをかけるかというような設定というものもこの中で行うことができるようになりますよと。あとはシャッターを開くタイミングとかですね、その割合というものもこちらの数値で設定することができるようになります。でこのようにですね、さまざまなスクリーンエフェクトであるとか、あとは、表示系ですね、コンポーネントをちょっと表示しましょうか。はい、で頂点とかも選択できるようになっていますと。はい、こんな感じですね。移動もできますし、あとフェイスモードで、フェーズを選択するとか、あとエッジでエッジモードで
エッジを選択するとか、この辺のコンポーネントの描画というものも今回からできるようになっておりますと。はい、で見ていただくとですね、分かる通りですね、さまざまなその機能向上というのがこのビューポートの新しいエンジンで行われているのが分かるかと思います。